ヴァンフォーレ甲府おしゃれ大賞っていうことなんですけど、はい、いつもおしゃれに気をつけてることって何かありますか？いや、そうですね。そんなおしゃれだと思ってないんですけど、まあ、自分の好きなものを着るってくらい。自分の好きなものを着る。そこに何かポリシーっていうか。ポリシーはそうっすね、まあ、サイズ、自分に合ってるサイズを着るっていうくらい。サイズ感、はい、サイズ感、ちょっときつめとかダボとかじゃなくて自分に合ってる感じですね。そうっすね。好きなものですね、はい、今日のおしゃれのポイントは今日っすか、はい、今日はそうっすね、帽子っすかね。帽子、はい、帽子で、帽子、帽子がおしゃれ、今日のおしゃれのポイント、はい、そうか。はい、じゃあおしゃれするときに気をつけていることとか何かありますか？気をつけてることですか？はい、いや、やっぱさっきも言ったんですけど、サイズ感。違うこと言って、サイズ感じゃないことですか？おしゃれで気使ってるのは、まあ、色合いとかですかね、全体の色の組み合わせというか、バランスみたいな感じでしょうか。はい、近年とか毎年に髪型を変えてるっていうふうに話を聞いたんですけど、はい、なぜ毎年、1年ごとに変えてるっていうことでしょうか？いや、1年ごとってわけじゃないですけど、あ、うん、まあ、気分で、お世話になってる美容師の方がいるので、その人はこう、うまくこうやってくれる。ああ、そうなんですね、はい、今年はちなみに変えられました？今年はそうですね、まあ大きくは変わってないですけど、ちょっと刈り上げの長さをちょっと短くして、ちょっと段差をつけるっていう感じでした。刈り上げ短くっていうと、刈り上げの距離感っていう、距離っていうか、はい、長さを短くした。そうですね、刈り上げの長さをさらに短く刈ってもらって、そうですね、相談して、まあ、もうちょっと、もっと男らしい髪型にしようかなと思って、それを美容師さんに伝えて、この髪型になったというか、今年の髪型になったっていうことですね。はい、やりました。ご結婚おめでとうございます。結婚されて、なんかファッションにっていうか、自分の着るものがになんか変化したところはありますか？いや、今んとこないんですけど、まあ、これからちょっとその洋服ばっかにお金使ったら怒られちゃうんじゃねえかっていう怖さはあるんですけど、まだわかんないですね。だから今のところはまあ自分の着たい服を着てっていう、まあ、特に変化はないですね。で、今のところ怒られても、怒られてもないですね。はい、なんとか頑張りたいです。今シーズンの個人としてのサッカーの目標を教えていただきたいんですけど、はい、そうです、まずはまあ、チームの勝利に貢献するっていうのが、まあ、どんな形であれ、はい、目標に、あとはまあ複数得点をいけたらなっていうのは、まあ、それは大まけになっちゃうと思うんですけど、そこは狙っていきたいかな。はい、わかりました。すみません、システム山梨生協なんですけれども、はい、組合さんに一言伝えていただいても大丈夫ですか？はい、こんにちは、ヴァンフォーレ甲府の保坂和成です。いつもパルシステムさんにはお世話になっています。今年も、熱い気持ちを持ってプレーするので、引き続き、応援の方よろしくお願いします。